はい、こんにちは、ゆずチャンネルです。今日はですね、五稜郭にあります台湾タピオカの店トランチャに向かってます。着きました、ここですね。すごいいっぱいあるな。黒糖タピオカがいいな。来るまでしばし待ちます。ブリでさせていただきます。失礼いたします。ありがとうございます。3番でお待ちのお客様。はい、できました、黒糖抹茶タイガーミルクです。うまそう。黒糖抹茶タイガータピオカです。いただきます。うん、うまい。めっちゃうまい。黒糖の甘さと抹茶の苦さがすごいマッチしてます。うまいです。ぜひトランチャのタピオカ。はい、ではですね、今日は森町の鳥崎八景に紅葉を見に来ました。もうだいぶ葉っぱが落ちてます。ただ風もないので、今日はまた上空から滝と山を見たいと思います。ではドローンの準備します。
ということで今撮影の帰りなんですけども、鹿部町の間欠泉公園に来てます。今足湯に入ってます。でもうすぐ間欠泉が上がってくると思うんですけども、ここの間欠泉はだいたい10分おきくらいに上がってまして、でここの入場料が大人300円ということで、足湯も疲れるし間欠泉も見れます。見えますでしょうか、今間欠泉が上がってます。高さが15メーターくらいまで上がるそうで、1回に吹き上がる量は500リッターのお湯が吹き上がるそうです。